こんにちは、のぶです。12月6日、ちょうど今13時です。引き続き宮古島の川満という場所にいますが、こちら川満漁港です。漁港なので、特に何もないかと思ったんですが、ちょっとこちらの階段、登っていくと、意外と雰囲気がいいかなという場所があったのでご紹介します。漁港は本当に静かですね。漁に出ているのかよく分かりませんが、ということでこちらもマングローブがたくさんです。こちらがずっと歩けるみたいですね。で、海の奥の方は、伊良部大橋も見えて、伊良部島も見えております。あとこっちは、こっちはずっと宮古島ですね。宮古島のなんて言えばいいんでしょう、製糖工場が見えたり、向こうのホテルは何ホテルかな、ホテルが見えたりしますね。潮が引いているので外の方まで歩けるような感じになってますが、潮が満ちてくると濡れてる気配があるので歩けそうな場所は歩けないんだと思います。結構見晴らしが綺麗ですね。歩いた先に東屋があって、まあちょっとどこかでご飯買ってここで休憩っていうのもいいのかなと思ったりします。まあ海ですが泳いだりするのはどうなのかは分かりませんが、結構やっぱりもともと水の中にあった場所なので足元が滑ります。よいしょ、乾いてる場所は、潮が満ちるとこの辺も全部海の中に消える感じだと思いますが、結構滑りますね、やっぱり。よいしょ、よいしょ。ここから海です。ということで特に何もないんですが、まあ、ちょっと変わった場所で川満漁港のこういった場所も来てみるのもいいんじゃないでしょうか。ちなみに空港から車だと結構すぐの場所です。なので、まあ、マングローブと一緒にちょっと時間があるときに帰りにちょっと寄ってみてはいかがでしょうか。それではありがとうございます。